はいどうも、ビップです。やっていきましょう。ビップです。よろしくお願いします。ビップです。ということですね。今、絶賛、ちょっと、侍ジャパンの方がやってますね。プレミア12。うん、プレミア12がやってて、で、今ちょうどの源田選手がスリーベース打って、清宮選手がツーベース打ったところなんですけども、まあね、今日は、そのプレミア12に選ばれてないですけども、今回のこのアニバーサリー第2弾で出て、すごく使いたかった選手、こちら、佐藤輝明選手です。ありがとうございます。いやこれちょっとサトテル史上一番かっこいい写真と言っても過言ではないぐらいかっこいいですよね。しかもサトテルのサインもかっこいいな。これ佐藤って書いてんのかな。これ多分佐藤って違うかな。多分佐藤やと思うけど、うん。いやまあね、サトテル、まあ通常出てたっけな。あ、シリーズ2まだ出てないですね。だからシリーズ2で出た時、この第三特能のこの躍動が何になるかが楽しみやね。何やろね。さっきは NPB 史上初の左打者として新人から3年連続20本塁打の快挙を達成。あれに向けて豪快なアーチをかける。おお、いいですね。寸評、まあ特殊したら守備シーン行くね。ただ補給とスローイングめっちゃ低いんで、いやーちょっと守らせるのは怖いっちゃ怖いよね。けど僕おそらく佐藤選手使ってみたするの1年以上ぶりぐらいなんで。お、誰かホームラン打った。え、誰、辰巳涼介。辰巳涼介ホームラン打った。おー、すごい。うわ、めっちゃ上がってるやん。球弾道めっちゃ飛んでる。すごい。ごめんなさい、すいませんね。いや、しかもカメラに向かって、いいね。辰巳選手みたいなキャラいいよね。というわけで、昇降チャレンジ行きましょう。サトゥー・テルアキです。ありがとうございます。サトゥー・テルアキね。うん。いや、いいね。サトゥー・テルアキ決まると思わんかったな。うん、まあ、昇降は何でもいいです。はい。昇降はとりあえず何でもいい。本用意な、いいよ。いいよ、ミート。上がんの。特能がね、躍動でしかミートが上がらなかったんで、しかも躍動も、プラス1なんで、いや、よかった、ミート上がる特能が、いや、これはちょっと高級筆算でいきますわ。何してんねん。いや、強そう。何これ、龍宗博さん。強そう。今ね、侍ジャパンの試合が終わりましたね。7対1ぐらいでチェコに勝ってました。チェコも結構いい選手結構いるね。チェコも結構いい選手結構いるねってなんやねん。うん。なんちゅう日本語や。なんかチェコチェコ言ってると、俺のチェコもチェコチェコしてきたな。うん。すいません。そんな弾丸ライナーある？そんな弾丸ライナーで入ることある？あ、まずい。うわ、もう甘いわ。なんかもうランク戦どこ投げても打たれるんですけど。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、今思い出した。俺明日生放送できひんわ。称号生放送明日しようと思ったけど俺無理や。俺明日関西帰るんすよ。うわ、ちょっともう動揺してる。明日関西帰るんで。うわ、ごめん。ごめんとか今日や。この動画出てる日や。うわ、今日やればよかったな、土曜日。もう無理やな、今遅いから。すいません、ちょっと新幹線の中で称号しとくわ。オッケー。さあ行きましょう。あ、バットの色変わってる。さあ撮ってる。バットの色変わり散らかしてる。え、ちょ、打ちたい。てて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 て
ょっと待って、最悪。いや、ちょっと待って、これ3点取られてるからワンチャンもう一回回ってくるんよな。ちょっと集中して打つわ。まあここは1球は待つでしょうね。いや、待たないよ。俺待たないよ。小宮山さん、小宮山さんは誰？俺は待たないんですよ。うん、待たない。オッケー、ドスコーイ、ドスコーイ。うわ、もうガチやん、ガチですやん。はい、オッケー。で、今ツーシーム打たれたから、うん、次は人間の本能的に火の玉ストレート投げるんで、ここで火の玉ストレート頑張りします。先行やね。スタート出る。2打席目ちょっと先回ってきませんでした。はい、負けました。藤川球児さんが打てなかったっす。またいや、サトテルってフォロースルーなかったっけ？サトテルってなんか結構なんか片手離してるフォロースルーのイメージあんねんけど、なんかこうこれなんかさ、わかる？サトテルのこういうフォロースルーも欲しいね。ダルさんがね、なんかエスコンフィールドにこの前帰ってきてましたね。よいしょ、帰るよ。よし、もう帰んのかな。結構なんか帰んの早そうな感じでしたね。 X 見てるとありがとうございましたみたいな感じで言ってたから、もう帰ったんかな。ワンチャンダルさん日本帰ってくるのめっちゃ久々でしょ。だってサプラなんかサプライズ確率上がってない？え、小林選手サプライズめっちゃ出るようになってんだけど。オッケー、いけるいけるいける。いや、マジで運ぶよ。
全然サプライズじゃないんですけど、パワー何それ。さあ2打席連続行こう。 OK ボール。いやマジでいけそう。左バッターが使える喜び、今右打者克服キャンペーン中なんでね、左打者使えるの嬉しいな。ほら飛ぶよこれ。いやいい、いやサトテル打ちやすい、マジで。いやサトテルいいな、やっぱ広角と、まあ、躍動がやっぱ 100% なんでね。見栄えもいいよね、全出しする見栄え。第三特殊能力何になるんやろサトテル。阪神ファンの方とか詳しいんちゃん教えてよ。存在感連発はないよね。やば、うわうわ今3回、えちょ、あれ何階席っていうの、名古屋ドームのあの上、名古屋じゃバンテリンドームの上。大谷があの侍ジャパンのあの強化試合の時の練習試合で打った時のあのところまで打ってるやん。バッティング練習の時の大谷再現してるやん。なんか録画の調子悪くてさ、録画の調子が悪くて、あのサトテルのホームラン撮影できてなかったんですけど、ちょっとあの3試合ぐらいもしてるんですよ、あれから、さっきのところから。でサトテルホームラン打ったのにもう撮れてなかった、もう最悪。撮れてなかったとか、僕の顔が撮れてなかった。映像は撮れてると思うんでちょっと流しますけど、今ね、今流れてるでしょサトテルのホームラン。いやマジでもったいないわ、顔が撮れてないのが一番ダメなんすよ、顔と声が撮れてないのがね。はあ、はあ、なんちゅうプレーしてんのなあ、なんちゅうプレーなんそれ。おい大丈夫大丈夫、だって今のさっきのセカンドランナーアウトなってるからね。なんかもうプロスピ意味わからん守備増えすぎ。さあ、動画ではまだ1本しか打ってませんが、実も2、3本打ってるサトテル行きましょう。甲子園やで。さあ、全出し。もう全出しは当たり前です。はい。サトテルの全出しは当たり前。オッケー。いやーもう変化のマイナス1、一番ややこしいねん、この世で。この世で一番何がややこしいかって、変化のマイナス1が一番ややこしいんですよ。うん。メンヘラの女よりややこしい。ややこ。ドン、ドン、ドン。うわ、惜しい。押し来い、押し来いです今の。さあ先行、これはちょっと2打席連続ホームラン打って終わりたいね。相手は多分 A ランクでしょ。お、 S ランクの外駒選手使ってんのは珍しいね。もう最近 A ランクの外駒しか見ないからな。ちょ集中するわ。ボール、ボール、ノー抜けんちょっと抜けんの今の抜けるんや、今絶対取られたと思ったわ。何それ、え、なんか今のホームラン入るかなと思った一瞬。めっちゃ泣き上がったね。サプラーズ、いやマジでえぐいサプライズ確率。え、ちょっとサプラして、お願い、マジでサプラして。よし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 、さあサトテルです。よしじゃあ行こう、決めよう、サトテル。よしよし、入れ、うわ、いや、オッケーオッケーオッケー。え、今のはフォロースルーじゃなかったか。うわ、惜しい。さあ、ちょっとこれラストにしたいな。お、藤波慎太郎から打とうよ。サトテル。ちょ、これ、うわ、長径か。いや、いける。サトテルならいける。いや、まず多分アウトコース攻めてくるんですけど、思いっきり流すわ、もう。流して入れる。オッケー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 。さあ、次ストレートくるよ。入れるよ、サトテル。よし、あー、くそ、読み合ってたのに。オッケーオッケーオッケー。ほら、もう。ビビってるよ相手。慎太郎今プエルトリコで頑張ってるよ。おら、うわー、けどまあまあまあ、プエルトリコ藤波からほめ、何してんねん、言いかけた。ちょっと待って、サプライズ出た、サプライズが出ました皆さん。ここサヨナラのチャンスでサプライズです。今さっきサトテルのところでオチつけようかなと思ったけど、サプライズで、サプライズして終わるわ。0対0で延長いったんで、もう一回サトテル回ってきます。さあ、0対0。結局、多分ヒット数ではもう僕の方が勝ってるんで、あとはもうサトテルでね、ちゃんと決めて終わります。はい。さあ、いくよ。大前進ね。帰ってこい、帰ってこい。いや、キレ悪っ。落ちのキレ悪っ。じゃあ、これちょっと、大谷翔平の京セラドーム、膝つきバックスクリーンホームランで終わろう。まあ、再起じゃないけど、ピッチャー。さあ、スリーボール。見ようかな、これ。アルザレーナし、1球。いやさすがにな、さすがにアロザレーナで押し出しはないか。選球がえぐっ